画面の前の皆さん、こんにちは、こてつなです。ということで、今回はね、まあ、前回の、クイックドロー連打というか、クイックドロー2連打か、ADS 連打にちょっと関連した動画になるんですけど、まあ、コメント欄の方でね、じゃあクイックドロー2がついてれば使えるってことは、ソードフィッシュでも運用できるんじゃないのっていうコメントが来てたんで、まあ、一応その辺ね、まあ、説明してなかったんで、それについてもちょっと軽く説明しようかなと思います。ソードフィッシュは結論から言うと、僕は、あんまり向いてないと思います。はい。なんでかっていうと、サイトがね、リフレックスサイトしかないからなんですよね。まあ、マットドックスだとイエローサイトがあるんですけど、ソードフィッシュはね、等倍のサイトかリフレックスか、まあ、あと、若干等倍じゃないか、1.25 倍のホロサイトしかないんですけど、まあ、このレッドドットサイトで連打するとどうなるかっていうと、まあ、横移動は確かに速くなるんですよ。横移動は確かに速くなる。普通に構えた状態だと、まあ、この速度なんで、確かに横移動はね、速くなるんですけど、非常に見づらいの分かりますかね ?ELO が、こんな感じ。非常に見づらいの分かりますかね。やっぱりこの、ドットサイトは周りに、こう、縁というか、縁枠があるせいで、どうしても連打するとね、視界が遮られちゃうんですよね、その縁枠に。なので、個人的にはやっぱ向いてないかなというのはあるのと、まあ、あと、ソードフィッシュはバースト銃なんで、まっすぐ弾が余計飛ばしにくいんですよね。まあ、これをやるぐらいだったら、普通に構えて、ね、ちゃんとまっすぐ飛ばした方が、ソードフィッシュの場合は明らかに、うん、狙いやすいというか、うん、いいかなと思うので、もちろんね、クイックドロー2ついてるんで、まあ、なんだろうな、横移動だけで使うんだったらいいと思います。はい。普通になんか、チラッと見たい時にこうやって横移動だけで使うんだったらいいと思うけど、なんか、狙うとなるとちょっと厳しいかな感は。うん、あるかな。マットドックスもやっぱりまっすぐ弾飛ばすのは難しいんで、バースト銃のソードフィッシュでやっちゃうと、ちょっと正確に狙うのはほぼほぼ不可能というか困難になるかなというふうに思います。まあただそうは言ってもクイックドロー2のソードフィッシュめちゃめちゃ強いんで、まあ結構大抵の人がオペレーターモッドを使ってこうワントリガーで仕留められるようにしてるイメージはあるんですけど、僕はクイックドロー2のソードフィッシュ結構お気に入りなんで、まあ今回はこいつを使ってね、遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。ということで使っていきましょう。ソードフィッシュ、リフレックス、クイックドロー、クイックドロー2、ハイブリッドマグ、スティームショット、タクマス、ガンホ、ゴーストを使ってね、新ルールですね。コントロールとハードポイントと、あともう一つ、なんだ、ドミネーションを、なんかパーティーなしで回せるっていう新モードですね。なんだろう、何のルールになった、これ見てなかったわ。まあ、こいつで遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、2月中旬、あと12日でティアが更新来るんで、それに合わせておそらく、よいしょ、武器とかの調整も来ると思うので、はい。まあ、かなりもう弱体化が噂されている。この子ではあるんですが、よいしょ。まあ普通に今のところは強いので使っていきたいところですね。それやられるな多分な。オッケー。まあワントリガーで倒す必殺技みたいなあれはなくなっちゃったけど、あぶね、ワントリガーで倒せるっていうある種の必殺技的要素はなくなってはしまったが、それでも2トリガーで倒せるし、レート爆速いし、クイックドロー2で構えるのゲロ速いし、まあ強いことに変わらねえんだよなっていう感じだよね。よいしょ。シーカーマイン、オンライン。うーわ、SR 抜かれていくか、それな。いや、かなりいい感じにキルしてたんだけどね。スカストリーク。てか、俺スカストリーク完全にハードポイント仕様できてんな。よいしょと。危な。こっちから来そうだな。あ、ビリビリ俺に来るんがねー。来ないか。アルファのダッシュを始める。敵にアルファを撃ち落とす。オーケー。なんで同居してんだ。危ね危ね。いいっすね、だいぶいい感じじゃねえか。キル数結構取ってるけど案外同じぐらいだったね。オーケー。さあまた UAV まで来たんで、これはもう使わないでそのままにしておこうか。そっちの方がいい気がするね。こっち側押さえとけば無難な気がするとか、なんかコントロール久々すぎて、よいしょ、全然感覚を忘れているでござるよ。さあ A 入られてるな。いけるそれ。入られてますね。うわ、2人いる。それは無理。あぶねえ、ラッキーすぎ今のは。味方すげえ果敢に突っ込んでったな。ナイスー。オッケーオッケー、敵さん1人抜けちゃったけども、このまま頑張ろう。さあ行こうぜー。
と思ったんですけど、敵が案の定めちゃめちゃ抜けていくというね、本当にさ、ソードフィッシュ、おい、一人になっちまったじゃねえかよ。もうソードフィッシュ使うと毎回これの気がするんだけどな。前回の動画もさ、こうじゃなかった？覚えてねえけどさ、こうだった気がするんだけど、絶対こうだったでしょ。前回の動画もなんかさ、敵がいなくなったみたいな。ほらー、もうよしということで使っていきましょう。ソードフィッシュ、リブレックス、クイックドロー、クイックドロス、ハイブリッドマーグ、スティムショット、タクティカルマスク、ガンホー、デッドサイレンスで、コントロールやっていきたいと思います。まあもう、カット多めで、多分尺的に長くなっちゃうから全部やると。なんでカット多めの試合になると思いますが、頑張っていきたいと思います。コントロール。さあ、行きましょう。このマップなので、どうですかね。どうですかね。まあ B を守りに行きたいところですけども、B 俺一人なんで多分死にますね、これ俺ね。まあやりきれないか。マコトかいたな。あ、ぶねえ、後ろから来たね。怖かったよ。なんだ、俺と同じところ、なんだなんだ、どっち見るんだ俺と同じところ見たがりなのかな。正面2人行ったな。向こう側行こうか。 A ポが先に押されてそうな気配がしているよ。 OK。ソードフィッシュ、やっぱ久々に使うと難しいんだよなそんな気がするんだよな。よいしょ、降りて裏から行こうか。ここはね、慌てなさんなの精神よ。どこいるかな。 OK、 一人だったか、助かったな。とりあえずよいしょ、 B に積極的に来ないでいてくれてるのは正直ありがたいんだよね。いや、やりきれないか。 A も押されてんだよな。ここは先に A 行こうか。いけるそれ、ナイス。さて、そろそろ B が O は終わりって感じかな。多分そろそろ B が O は終わりって気がするよね。これはもう、んー、一人見てたか。まああれはもう守りきれなくてしょうがないんで、はっきり言ってこのマップはもうね A 勝負っすよ、マジで。よいしょ、 B はどう頑張っても守りきれない。てか防衛がね遠いんで、どこもどこも遠いので、多少はね、もうね、しょうがない感はある。いや、今のやりきれないですか。ああいうところは、まあなんか、バースト銃の難しさを、ひしひしと感じてしまうなりな。アルファを失うぞ。OK。で、俺は裏から行こうか。ナイフが残り少なくなってきた。正面勢になるべく守ってもらいたいところではあるんだが、OK。よいしょ。間に合うか、これ。オッケー、もう一人いましたか。小屋の中でしたね。さあ、大変なことになってました。気がついたら今度は俺が二人だけっていうね。もうね、これだから、これだからコントロールはね、もう動画を撮らなくなっちゃったんですよ俺も。しょうがないね。おー、でもなんか味方すごい、なんかサイクロプスのタグが入ってきたぞ。これは期待できるんじゃねえか。エンジョイトゥデイだしな、エンジョイトゥデイ 32K だしな。かなり期待、あ、できなかったわ、タイムアウトしてったわ。よいしょ、何がエンジョイじゃ、ふざけやがって、何も楽しくないわふざけやがって。 A ポ2人か3人ぐらいいるな。裏回ります。やられてるな。あれ、プレマス君抜けちゃってたな。 A をダッシュする。こんな悲しいことがあるだろうか、こんな悲しいことがあるだろうか、こんな悲しいことがあるだろうか、こんな悲しいことがあるだろうか。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。まあこれがコントロールというルールですね。はい、気がついたらこんなルールになってしまいましたいやー、なんか悲しいね。こういう感じじゃなかったんだけどな、昔は。まあしょうがないですね、こればっかりは。まあそんなわけでね、ソードフィッシュは相変わらず強い子になってるんで、ぜひね、まあほとんどの確率で弱体化入ると思うので、まあ弱体化が来る前に使ってみてはいかがでしょうか。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でいたしましょう。コテツナーでした。お疲れ様です。おーつーぱん。それは予想外だわ。とりあえず一人やりました。
お、キルリーダーになりましたね。ということは俺がキルトップですね、このロビーで。どこ行った、いた。なんだなんだ、焦りすぎだろ君。やれるそれ、大丈夫か。オッケーオッケー、3人全員やりましたね。